渡り駅は宮城県渡り郡渡り町あざ道田西にある東日本旅客鉄道常磐線の駅である相対式ホーム2面2線と中線を有する地上駅中線は試運転、回送列車などの列車待ち合わせ時に使用する震災以前は貨物列車の待ち合わせ時も使用されていた駅舎とホームとの間は湖線橋でつながっているまた 二番線ホーム上に待合室がある。岩沼駅管理の業務委託駅。緑の窓口、自動券売機、自動改札機設置。2022年春頃には、渡り場による有利館におけるエレベーター設置や通路やネットを整備に合わせて東口改札が共用開始される予定である。2011年3月の東日本大震災の津波によって、 当駅以南の常磐線は甚大な被害を受けた。2013年3月16日に当駅と浜吉田駅の間で運行を再開するまでは、仙台側からの常磐線列車の終点となっていた。これに伴い、西口に列車代行バスの案内拠点として、渡駅、バスセンターが設置された。JR 東日本東北総合サービスに業務委託されており、浜吉台駅、 坂本駅勤務の社員を中心に業務に当たった。2016年12月10日の相馬浜吉田間、運行再開に合わせ、大工バスは前日の12月9日をもって運行を終了した。2011年4月12日の運転再開時は一番線ホームを仮設拡張し抽選で仙台方面へ折り返していた。2013年3月16日の当駅。 浜吉田駅間の運転再開から2番線を使用再開したが2014年3月15日から当駅で行き違いのない上り列車は1番線ホーム発着となった2016年9月16日の営業運転終了後から19日までの3日間にわたり1番線上に仮設拡幅されたホームの撤去工事が行われ抽選での発着を終了1番線の使用を 再開し、上り列車は、すべて2番線発着となる。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は2100人で、ある。近年の推移は、以下の通りである。有利館東口駅前広場東口旧市街や、代行バスの発着場は西口駐車区、出店報道発表資料新聞記事、ありがとうございます。